物語第474回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です。道森打たたれ義経はななお動かなかったある限りな源氏の旗のぼりを付近一帯に立てさせ義兵の刑を設けて刻々を過ごしていた弁慶佐藤兄弟伊勢の三郎 那須の大八郎伊豆の有綱金子十郎鎌田正親片岡恒治などいわゆる義経が子飼いの老頭たちは気が気ではなかったまだ行安は恋にしろ被害図は見えたし宇野国もはや近いこの上何を待たれるのか と疑っているとやがてのこと、先の七十気について何か見届けに行った亀井の六郎の物見の正体が息を切って引っ返してきた。六郎か明仙寺の敵はいかに待ちかねていたらしい義経の声に、されば六郎は遠くにひざまずき。ご明察にたがわず、お味方の七十気が近くを駆け通るやいな、明仙寺の陣所にて、どっと敵のどよめきと驚きの様子が手に取るごとく聞こえました。では知ったな 見張りの兵がすぐ急を告げたものでしょう。敵は寝耳みみに水の驚きをなし、馬よ獲物よと慌て騒いだもののようで。してその敵では、たちまち先を争ってこみ出してきた敵は何百機とも知れず、続々絶え間もなく続き、先の七十機を追っかけてまいりました。よし思うつぼ義経は初めて事故の進路に眉を上げて、ここ日鎧越の本堂は夢野の,の里へ一里余り。おおむね坂は下りばかりぞ。 妙戦寺にある平家は、先の七十期のうちに義経やあると思い惑うて西へ追っかけ去り、定めし後には慌てに慌て不ためかん我らはその今日つき、かの川に沿うて無に無さん、敵の二陣三人を踏み破りつつ、和田の浜まで一気に行くぞいざ、義経の前をもかけよ義経に送るるな、人々と、無数の乱々たる目へ行った。着せずして答えは、うわぁ と一つ武者吠えになり約400基本流のようにいわゆる鎧越えの本堂を逆落としに駆け競った。その前夜 越中の禅事、森俊は、心得ぬ昨日、今日の取り沙汰と、味方の和平気分や因子の期待などに多分な疑惑を抱いて、かかる折こそ、なお、妖怪の守りが大事と考え、長田の陣を進めて、明泉寺の三味道森の陣と陣所替えを行っていた。道森の兵は奥平野まで下がって、弟の能登の範常の陣と接していた。彼は日踊越の途中を守り、 紀常は西国街道の辻を訳していたのである。で、平家方のどの陣地よりも越中の禅寺、森利こそ義経の先行に対して最も近いところにいたわけだった。当時の明泉寺は現在の位置よりももっと日り越道の奥にあり、古明泉寺と言われている。自らそこまで出て警戒していたほどの越中の禅寺である。小道小道に将兵を立て、部下一党にも、 油断すな、怠る者は罰するぞと固く戒め、もとより自身とて物の具も解かず、夜通しの山嵐にさえ気を研ぎ澄ましていたのであった。が、暁近く、眠るともなく柱に持たれて、彼もいつかうとうと居眠っていたものらしい。 いきなり、横顔でも張られたように彼の体が床踏み鳴らして踊り上がった。そこの耳を慌ただしげな兵の声が暴風のように突き抜けた。それよ言わぬことか源氏の襲撃ぞと聞いた途端に口をついて出た彼の第一語はそれだった。とはいえ、予感が当たったのを誇る気にはなれなかった。とっさに髪の根が熱くなり、うろたえ騒ぐ渦へ向かって、続けろものどもと真っ先に駒を踊らして出た。 一陣の敵勢を目に見たという将兵の言葉によると、その敵は皆不敵な面魂を持った一角の武者ばかりで、中にも装い見事にーをつけ大将旗をかざした身目麗しい若武者もあったと聞くなり、越中の禅師は、それこそ敵の苦労をぞしと叫び、さては白河谷を敵界神へ越え入れ、一の谷の木のなきところを掴むとする策とは見えたり、あらうれしい敵の大将義経殿は求めておられ 我から越中路前に森利の囲みのうちに入ったるぞおいしたって手取りにせんと奮い立った。追っかけ追っかけ、馬群をもんでゆくうちに、果たして七八十機の敵が西へ急ぐのが見えた。それをめがけて矢をいやびせ、また声を限りに、返せ とやまわり、後ろを見するは卑怯だとも罵ったが、敵は振り向きもせず、一死も返してくるふうはない。いよいよもって気候を急ぐ敵と見えるぞ一の谷へかからすな越中の禅師は薬器となった。 ところが、ちょうどその時、味方ののろし山からのろしが上がった。一の谷に近い峰にも、また、振り返ると幾多の方にも、その黄色っぽい色が狐の王みたいな煙の跡をいつまでも空に消え残していた。そう 思わず越中の禅寺は駒を止めた。源氏の信仰はここ一箇所ではない。幾田内にも敵が寄せ、一の谷にも異変があるものと思われる。ええー、妙泉寺の上、蛙岩のあたりにも、あ,あれあのように源氏の旗のりがおびただしゅう見えまするぞしらじらと開け放たれてくるとともに、初めてそれが目に入った。義経がそこに施しておいた義兵の陣とはとっさに思いつくはずもない。しまった あれこそ敵の本軍釣られたと気が付いたのだ越中の禅寺はにわかに味方を引っ返した兵もいない義兄の白旗へ向かって体重を整え出したのであるそして弓なりを発し歓声と殺気を上げておよそ虚しい勢力をかなり消耗した挙句やっと「はておかしい」と悟った頃はもう大事な気は逸していた 一社千里に日踊り声を駆け下した義経の軍は、すでに三味道森の備えを坂の上から押し崩し、さらに能登の,の律常の二陣へと激突していた。源氏の襲撃と寝耳を驚かされた刹那、およそ平家の人という人が肝を消したばかりでなく、我を忘れて叫んだ声は、わ,わ、わ、和議とは偽りだったのが、ひゃあ、陰謀御比列あら、無念、だらしぶしゅ という恨みだった とはいえ、天から降ったように感じた源氏の鉄器は、目前に我が陣地を蹴散らしている。めめしと聞かれしは口はしと、平家の金立原も盾により馬にまたがり、しのぎを削って坂東武者の立ち風へ身をさらした。兵力では平家は源氏の何倍も優位にある。ここの二陣地とて言うまではない。しかし、知性と時と心理とは全く平家に不利だった。坂上からの不意打ちを定地に受けての戦いである。 崩れ立つや逃げ足は止まらなかったそして一旦敗戦を兆すと味方同士の数の課題さがかえって混乱を大きくし大将の指揮も知ったも全く会話はなかったのであるこのありさまを見能登神の立根は「あら不甲斐なき味方よ!」。 と怒って、薙刀なたを打ちふるい、東国武者二山と渡り合って、立ちどころに中の一騎を切り落とした。その素晴らしい薙刀なたは、龍炎という銘があって、よく連れの手に慣れている技物だった。いやあ、りぎはここを引いては帰って足でまたげ彼は龍炎に血を沸かせながら、幾度も乱軍の中で叫んでいた。 事実いたずらな味方同士の混乱と凶悪な知性が彼の働きまでどんなに不自由にしていたか知れないしかし彼の兄三味道森はもうそれ以前になだれうつ味方に巻き込まれながら坂また坂のとどまりもない道を十丁余り逃げ降りていたそして多少兵を集めうる平地を見るとその道森も「沢引くなとどまれとどまれ!」と備えを立て直そうとした しかし、馬も人も後ろの帯へえと、山砂の滑りに駆られて、浮き足を続け、また思い思いに小道へそれたり、谷道へ影を沈めていく兵もあって、わずか十数機が道森のそばを囲んでいるに過ぎなかった。すると、坂の上から一軍の東国武者が、見つけたぞあれなん賛尾の君とばかり、道森をめがけて爆走してきた。 その真っ先にあったのは、元平家の侍で道森の顔をよく見知っていた、近江・佐々木の木村元吾・年綱というものだった。年綱の老党のほか、武蔵の国の住人、玉井四郎末影や小玉党の面々など、かれこれ十機ほどが、良い敵と功を争って襲いかかった。辺りの草はたちまち壁剣に染まり、デードは飛んで凄まじい激闘の陣場を包んだ。 あたら造武者の手にかかりたもうだ逃げ落ちたまえ我が殿戦い戦い道森の家臣は叫んだだがつかぬ間に絶叫をもったえ彼らのかばれは源氏武者の刃の下に次々と捨てられた。 そして、道森もまた危うかったが、とっさに馬の腹を蹴り、その姿も騎手も真っ逆さまに坂道を駆けていった。いやあの君を逃してははじめから道森を狙っていた木村元吾は飛ぶがごとく追っかけながら、持ち帰った弓を張り、二筋三筋鶴を切った。矢の一本が馬に立った。縦紙を高く打ち振り、狂いいらないたと見えたとき、道森の姿も馬も右側の崖へまろび落ちていた。 言語もすぐ馬を捨て崖をかけつつ何度も転んだつけ狙う人の影は樹冠を走ってカルモ川のそばへ出ているやっと近づき得て言語は何かはめいていたがどうしたのか正しくは名乗りえなかったそこは長田の下土族の唱えで明と池と呼ばれている昼も薄暗いところだった言語よな道森の方から言った胎児の幹を後ろにその人は切っ と立って近づく者の影を癒しむように眠つけていたその血相といいつづれた鎧や喧騒の光が何か陽気を帯びているものみたいに言語を威圧した。 いや元仕えていた一門の君という潜在感が彼をひるませたのかもしれなかった。しかし、平時では近づきがたい人であればあるほど彼の光名心は大きくかられた。もう一度彼の赤黒い口が大きく開いて何か獣に近い声を発するや否、大立ちの青光とともに踊りかかった。 道森はなお手にしていた長巻を持って打ち払い、決してこの光明期の野望は遂げさせそうもなかった。言語も勝負焦りに見え、道森も打ち物疲れをきたしたか、たちまち双方とも獲物を捨て、組打ちとなった。そしてもろくも言語は組しかれ、恥こそ死ね、このゲロと、もがき抜くその表を下に見、道森は通馬を加えた。 けれどにわかり、道森の様子に狼狽が見えた。担当の鞘が抜けていなかったのである。とも気づかず、鞘のまま言語の喉元をすいたので、当然下からの抵抗はなお止んでいない。やはり道森も誠の部門育ちでなかったのである。彼は慌てて担当の紐を口で解こうとした。その間髪に言語は彼を跳ね返し、今度は道森を下に押さえつけた。うったー 三味道森卿の見知るしを木村言語としつらが打ったぞ血潮の塊のようなものを横抱きにしたまま彼の姿は狂気したか夢見る人間のごとくどこへともなくすっ飛んでいった。